二の森は、石槌山の南西側に位置し、四国山地西部の石槌山脈に属する山である。愛媛県第二の広報で、三名もこれに由来し、四国でも鶴木山地の次郎級に次いで四位、西日本でも同じく、次郎級に次いで五位となる。二の森は、西の道が森より、石槌山に至るルートの間にある一の森、二の森、三の森の中ほどに位置する。 石槌山二の森を含む石槌山地一帯は石槌国定公園に指定され、秋には山頂から南側のおもごまで紅葉前線が下る。山頂には一等三角点、おもご山が設置され1929.6メートルとなっている山頂からは北東側に石槌山の岩漁がそびえ立ち、北側に瀬戸内海、西側に松山平野及び遠くに、 九州の山々、南から東側にかけて、四国山地の山々が、幾重にも重なり、土佐湾も望むことができる。山頂付近は、宮古笹で覆われ、周囲には、四国調べ、岳干場、少し下るとぶななどの天然林となる。ロープウェイやスカイラインなどアクセスに便利な石土山とは異なり、長い山岳歩行を余儀なくされる。 最上市旧丹原町の倉瀬川を遡り、ほいの地区から道が森1689メートルに上り、両線沿いに東側へ重走して山頂に至る。また石槌山から西の冠山1894メートルを経て、両線を重走するルートもある。ありがとうございます。